ご視聴ありがとうございます。今回は東京都大田区に鎮座する浜屋発祥の地、新田神社を紹介します。まずはじめに、新田神社は中世における戦乱期に非業な最後を遂げた勇猛果敢な武将新田義興公を祀る神社で、菅原道真公が天満天神として太宰府や北野天満宮に祀られたように、五稜神公と呼ばれる疫病などの天災地変が資料のたたりによるものと考えられて、その怨霊を鎮めるために建てられた神社です。新田義興公は新田義貞公の第二子で、足利尊氏が謀反を起こしており、父亡き後新田一族を率いて武蔵野合戦等をはじめ各地に奮戦され、南朝の回復に尽力をされました。そして終始一貫その忠義を尽くされましたが、1358年10月10日謀略により多摩川の矢口の渡しで壮烈なる最後を遂げられました。その後義興公の怨霊が現れたり、よよ光物が矢口付近に現れて往来の人々をも悩ますようになり、そこで義興公の御霊を鎮めるために義興公の墳墓の前に社殿が建てられ、新田大明神として広く崇め奉られました。江戸時代に入ると将軍徳川家の祖先がこの新田家であることにより、松平家からさまざまな奉納もあり、武運長久の守り神として武家信仰の神社として栄えました。その後平賀源内が新田神社に参拝して、境内の不思議な篠岳で薬除開運邪気退散のヤモリとして浜屋の元祖を作り、広く御祭神の御神徳を仰が占めることを進めました。また源内は江戸一族の策謀を卑劣なやり方として、この新田神社の縁起をもとに浄瑠璃、歌舞伎、神霊、矢口の渡しお客職し、これが当時の江戸っ子の気質とあったかのように大変受けて爆発的な大当たりとなり、江戸庶民の新田詣でが始まりました。また新田神社が江戸日本橋から約4里のところにあり、目黒不動、大鳥神社、池上本門寺、新田神社、実機神社、古川薬師などへと抜ける当時の絶好のハイキングコースの一つでもありました。御祭神の新田義興公は怨霊神から辛い神、五稜神という神格化の過程をたどり、その後神徳は義興公の人格や勇気ある行動を尊敬するところから生まれ、武運長久、家運隆盛、吉祥開運、運を守る守護神として崇敬されています。
社殿後部の大塚は御祭神新田義興公のご遺体を埋葬したところで、直径約15メートルの円墳はこの中に入ると必ずたたりがあるというところから荒山迷い塚と言われていて、またこの大塚後部には昔から決して神域を超えることがない不思議な篠岳が生えています。新田神社にはもう一つ不思議な言い伝えがあり、うなる狛犬と呼ばれていて、謀略を企てた足利元氏家臣の畠山一族のもの、またその血縁者末裔が新田神社付近に来ると決まって雨が降り、この狛犬がうなったと言われています。新田神社の御神木は樹齢約700年に及ぶ欅で、江戸時代の落雷で幹が半分以上裂けましたが枯れませんでした。そして昭和20年4月の東京大空襲では境内にも爆弾が落ち、社殿や町もほとんど全焼してしまいました。その折にこの欅の一部も再び消失したものの、枯れずに毎年新緑の季節になると青々とした葉を茂らせて参拝者に憩いのひとときを与えています。また上部にはとても珍しい宿り木もついていて、早春薄黄色の小花も咲きます。そのためこの御神木に触れると健康長寿、病気平癒、若返り、のぼり益を授かるという古老の言い伝えがあり、現在では東京の代表的なパワースポットとなっています。